東京ダービーの予想です。お願いします。はい、というわけでね、明日行われる南関東クラシック、地方競馬の重賞東京ダービーのね予想していこうと思います。はいね、東京ダービーね、僕がよく着てるこの服もね、東京ダービー T シャツなんですけど、今年でね、南関東所属馬だけで行われる地方競馬の重賞としてのね、地方限定の受賞としての東京ダービーは最後を迎えてしまいます。はい、ということで、ね、非常に寂しい思いでいっぱいです。僕はね、競馬との出会いはね、大井競馬だったんで、南関東競馬でね競馬を触れ合って、そこから JRA にもね触れたっていうちょっと特殊なタイプなんですけれども、東京ダービーといったらね、やっぱりなんといっても南関競馬で一番のでかいレースですよ。一番のビッグイベント、もちろん帝王賞とか東京大賞典とか他にもいろいろ G1 競争あるけどね、やっぱりこの東京ダービーっていうのはね、格別のレースですよね。というわけで、非常にね毎年楽しみにしているレースです。僕が印象に残ってる東京ダービーは2017年ね、東ビルインが勝ったレースですね。あれはね、羽田杯でね、転入初戦だったキャプテンキングに東ビルインはね半馬身差で敗れたんですけど、その後にね森タイトジョッキーがね、何としても逆転するって、ツイッターとかでもね非常に意気込んでましたけど、それでね、その半馬身差を覆しての勝利という、東京ダービーね非常に痺れました。あとね、的場文雄ジョッキーがね勝てないことで有名な東京ダービーなんですけど、残念ながらね、今年もね乗り馬なしとね、非常に残念なんですが、というわけで、前置きはこんぐらいでいいや。東京ダービーのね予想をしました。はい、例年だとね、前走羽田杯組に、最近非常にね絡んでくるのは東京ワンカップ組ですね。エメリミットとかもそうだし、ギャルダルとかもね、馬券内に来た馬ではそうでした。過去東京ワンカップ組が非常に好走するレースなんですけれども、今回の東京ダービーではね、東京ワンカップがあんまり参考にならないんですよね。ちょっとね、ペースが乱高下して、先行馬勢がもう壊滅で、後ろから来た馬がねそれだけで決めたって、ちょっと特殊なレースで馬券的にも非常に荒れたんで、ライズゾーンが最後差し切ったんですけど、あれはあんまり参考にならないかなっていうふうに思うので、今回は東京ワンカップ組は軽視します。他のね京浜杯とか他のレースに結果とか見ても、東京ワンカップ上位組はちょっと見劣りするのかなっていうふうに思っています。はい、というわけなんですけれども、あとはね、羽田杯1着の馬がねなかなか勝てないっていうのもね東京ダービーだね。羽田杯東京ダービーの2冠っていうのは過去あんまりないです。ミューチャリーですら勝てませんでした。そうなんですよね。というわけでね、前走ミックファイヤーがねダントツで勝ってるんだけども、そこも加味してね、いろいろ考えた結果、今回の東京ダービーなんですけど、見えちゃったんですよね。今回の東京ダービー勝つのはサベージです。はい、勝つのはねサベージですよ皆さん。はい、サベージね、羽田杯で非常に強いレースをしたと思うんですよ。出遅れてね1秒ぐらいのねロスがあったのは非常に痛いんですけれども、3コーナー手前から一気に加速して、大外大外回ってめちゃくちゃな距離ロスをしながら、最後ねヒーローコールを刺すまではいかなかったんですけど、追い詰めるまでの足だったんで、コース取りさえね違ければ普通にヒーローコールには刺してたかなっていうふうに思うんですよね。で、後ろから来た頃にはもうミックファイヤーがもうすでに勝負を決めてたんで、ちょっとそれがきつかったんですけれど、サベージが逆転の目あるんじゃないかなっていうふうに思います。スタートさえ決まってくれればね一番強い馬じゃないかなって思います。で、ミックファイヤーね、羽田杯ダントツで勝ったから、もう今見たら 1.4 倍とかなってたんだけど、ミックファイヤーダントツだと思ってる人いると思うんですけど、それもちょっと危ないなと思って。で、ミックファイヤー羽田杯でマイナス16キロだったじゃないですか。だからもう完全にあそこ目打ちで仕上げてきてるんですよ。だからね、馬体重も注意したいですね。もしもミックファイヤーが羽田杯よりもさらに馬体重減らしてきてるようなもんであれば、ちょっとこれは危ないなっていう気がします。もう完全に仕上げ切っちゃってたんで、もう
そうですね、あのヒーローコールがね2着でしたけど、ヒーローコールはね全然仕上げてなかったんですよ。あの山口ステーブルのツイッター見てもね、あのヒーローコール羽田杯はちょっとねさすがにナメプしすぎたみたいな、そんな感じのことを言ってたんで、でもねあの今回は初めてね、あの本馬場追いでもうフルスロットルで追ってるんで、ヒーローコールにもねあの十分ミックファイアへの逆転の目はあるというふうに思っています。はい、ということなのでね、うん、まあちょっとそんなにミックファイア一強とも言えないぞっていうのが僕の見解です。まあね、過去ね東京ダービーは羽田杯一着馬は苦戦してるというのは言ったと思うんですけれどもね、今回も例に漏れずね、あの全然ミックファイア一強じゃない、全然逆転の目があるというふうに思ってます。逆転するとしたらサベージかヒーローコール、この2頭かなというふうに思っています。はい、で買い目ね、あ買い目じゃない、印、対抗ヒーローコールで単穴ミックファイアで、羽田杯掲示番組の、オピニオンリーダー、リベイクフルシティと、まあね羽田杯上位5頭でね締めたんですけれども、うん、これですね、まあ、東京ワンカップ組がちょっとね狙えないので、まあ羽田杯組でしょうということですね。であとまあ東京ダービートライアルをね勝った南西ホワイトっていう馬がまあ4番人気ぐらいかな、サベージと人気を争ってたんですけど、あの馬は切りました。やっぱりねダービートライアル組って過去ずっと良くないんですよ。さらにね、うん、あとまあその南西ホワイト勝ってるんだけど、2着で競った馬が羽田杯13着馬なんですよね。だから一気にレベル上がるし、ちょっとここではねさすがにちょっと別路線組は違うのかなと、素直に羽田杯組だけで言っていいのかなと思いました。なのでサベージからこの4頭という感じです。はい、そうですね、うん、で買い目なんですけれども、馬服でサベージからヒーローコール、ミックファイア、オピニオンリーダー、リベイクフルシティ、この4点です。でまあヒーローコールとミックファイアに関してはちょっと厚めに買っていいのかなというふうに思います。でもうオピニオンリーダー、リベイクフルシティが来たらすごいつきますね。多分80倍90倍くらいになるんじゃないかな。あと一応まあヒーローコールとミックファイアの馬服も抑えで買ってもいいのかなって、ここには書いてないんですけど、ヒーローコールとミックファイアの馬服も買っていいかなというふうに思っています。はい、というわけなので、まあねサベージ非常に、羽田杯、うん、普通にヒーローコールよりかは強い競馬をしたと思っています。ただしそのヒーローコールも羽田杯は仕上げが緩かったので、ここでね究極に仕上げてきますんで、やっぱりね東京ダービー、ジャパンランドダービーと見据えての感じなので、どうしてもねやっぱり南関クラシックは非常にタイトなんですよ。うん、でミックファイアは完全に羽田杯究極仕上げだから、まだね全然逆転の目はあるかなと。で非常に時計が優秀でハイペースだったっていうのも評価されてるんですけど、羽田杯で。ただしその羽田杯の日って全体的にすごいもう時計が早かったんですよ、全部のレースで。だからねそれはあんまり関係ないんじゃないかなというふうに思ってます。はい、ということなので、東京ダービーこのような印で僕は行きます。はい、皆さんもね南関東競馬最後の、地方限定ダービー、東京ダービー、ぜひね、まあ、当てましょうと。ここにね的場文雄さんがいないのが非常に残念なんですけれども、はい、明日楽しもうと思います。それでは皆さんもねなんか予想したとかあったらコメントとかお願いします。じゃあ